イランの国際関係。イランの外交政策は1979年のイランイスラーム革命以降、アイアトンラー・ホメイニー体制のもと、欧米との関係を中心にモハンマドレザー・シャーキの、それから劇的に変化した。しかし革命後の初期は、理念的、強硬な外交政策が追求されたものの、イラン・イラク戦争を経て、現実的、合理的な外交政策が取られるようになっている。 ただし時にスローガンに基づく理念的な面が政策に影響することもある。2000年前後からイランは近隣諸国、特にサウジアラビアとの関係改善において大きな進展を見せた。イランの地域における目標は西南アジアにおいて地域大国とシーア派の大国としてリーダーアップを確立し、かつアメリカ合衆国などの軍事力外部勢力の プレゼンスを削減し、イスラエル以外の諸外国と、固形友好の通商的関係を構築し、開発途上国と非同盟諸国との関係を強化することにゃ、上記のような基本方針はあるものの、観念と現実の両極の間に揺れるイランの政策のため、二国間関係においては混乱、矛盾が生じていることも多い。革命以降のイランの国際関係は、著しい変化を見せた。 その要因は様々であるが、最も重要なものは西側に対するイランの反発である。これは、シャアの支配に対する西側の支持が根源となっている。強硬かつ攻撃的なイスラーム外交政策が取られ、ペルシア湾の対岸にイスラーム革命の理想を敷衍しようとした。すなわち、革命の輸出である。結果的にイランは外交的に孤立することになった。 対アメリカ合衆国関係は1953から1978年のパフラ B 政権時代はアメリカ合衆国に間接支配されアメリカ合衆国との関係は質量ともに重大だった。1979年4月のイスラム革命時に革命政権がアメリカ合衆国政府に対して革命政権の承認モザーテグ政権の打倒とアメリカの区靴のパフライ 政権の樹立、パフラビー政権時代の不平等な関係を、平等互形の関係に変更し、パフラビーが私物化した財産をイランに返還し、パフラビー元国王の身柄をイランに引き渡すことを要求だが、カーター大統領は、その要求を拒否して、イランの在米資産を摂取した。革命運動の一部の勢力は、アメリカ合衆国政府の姿勢に対する反発で、 1979年11月にイランアメリカ大使館人質事件を起こしアメリカ合衆国政府に対する要求を継続した。カーター大統領はアメリカ大使館選挙事件に対して1980年4月にイランに対する国交断絶と経済制裁を実施した。イランの革命輸出戦略は多くのアラブ諸国との関係を緊張させた。 1981年にイランはバーレーン政府の転覆計画を支援。1983年にはクウェートにおけるシーア派による西側大使館爆破への性的支持を表明。1987年、サウジアラビアの真っ赤で巡礼中のイラン人が劣悪な待遇に反発して暴動を起こし鎮圧に際して多数の死傷者を出している。 原理主義的運動の強いエジプトやアルジェリアなどの諸国はイランに不信感を抱き始めた。イスラエルのレバノン侵攻にあたっては、イランはヒズボラの結成を支援したと考えられている。さらにイランはイスラエルの存在を非合法とみなし、中東和平交渉への反対を主張し続けた。また、ヨーロッパ諸国との関係でも、 イラン情報機関による在王の急進派、体制派の殺害により、特にフランスとドイツに懸念を抱かせることとなった。イラクとの関係は歴史的に良好であったことがないが、1980年にはイラクがイランに侵攻し、さらに悪化することになる。侵攻の理由として明示されたのは、アルバンド川、シャットルアラブ川水面上における、両国国境の確定問題であった。 しかしながら明示されていない所要因がより説得的なものである。すなわち、イラン・イラク両国が双方国内の分離主義運動を支援し、相互の干渉を行ってきていたことなどである。このような行動は1975年のアルジェ合意で停止されたが、イランは革命後にイラク両クルディスタンにおけるゲリラ活動支援を再開していた。イランは 両国が調印した1975年のアルジェ合意に基づき、アルバンド側の現状回復とイラン領内からのイラク軍の撤退を要求した。しかしこの時期、イランは孤立を深め、実質的に同盟国は解無の状況であった。イランは戦争によって極端に疲弊し、アメリカ合衆国を呼び、ドイツによる対イラク化学兵器供給開始後の1988年7に、 国際連合安全保障理事会決議598に署名。同8月20日、停戦が発行した。両国ともこの戦争から得た利益は皆無であった。両国で100万、うちイランは70万の死者を出し、これはイランの外交政策に劇的な影響を及ぼしたのである。こうしてイスラーム体制政府は、それまでの急進的政策目標を緩和。 合理化する以外に道はないことを自覚した。アヌーシール・バーン・エフテ・シャミリーの言うイラン外交、再編段階の始まりであった。イラン・イラク戦争中、世界的に孤立したイランに対し終始、軍事的な援助や人員の派遣をしたのは北朝鮮であった。イランと北朝鮮の親密な関係は、イラン・イラク戦争によって生まれたと言われている。 イラン・イラク戦争終結後の新外交政策はイランの世界的外交値を急激に変化させた。欧州連合との関係では主要な石油の輸入元としてイタリア、フランス、ドイツなどとの関係が大いに改善。また中国やインドはイランの支援国となっている。中国、インド、イランは世界経済において類似の問題。 すなわち工業化とそれに伴う多くの問題に取り組む国家であり、連携を深めたのである。ロシア及び旧ソビエト連邦諸国との定期的外交、関係及び通商関係も維持している。イラン及びロシアは、中央、アジア及びザカフカズの開発、特にカスピ海、エネルギー資源に重要な国益が蹴られていると考えており、両国関係の基軸となっている。また、 ロシアによる軍事的装備及び技術のイランへの売却はイランの近隣諸国及びアメリカ合衆国の懸念の元となっている。現在のイラン政府の対外政策の基本的な思想はシオニズム国家であるイスラエル以外のすべての国との平等互形の関係を形成することである。イランは地域諸国及び イスラーム世界諸国との関係を優先させており、例えばイスラム諸国会議機構や非同盟諸国首脳会議への強い関与がそれである。また1990年代後半以降、湾岸協力会議諸国、特にサウジアラビアとの関係は改善されている。一方で、ペルシア湾の三島に関するアラブ首長国連邦との領土問題は続いており、湾岸諸国との関係改善において、 障害となっている。イランはイラクにおいて統治評議会を支持したが国家主権のイラクへの迅速かつ完全な返還を強く主張した。またアフガニスタンについてはその安定、復興を望んでいる。イランには250万に及ぶアフガン難民の存在とアフガニスタンからの麻薬の流入がその背景にある。カフカズ及び中央アジアについても地域の安定化及び 強調政策をとっている。これはイランが地域における政治的経済的中軸として存立するための投資である。麻薬取締りにあたっての相当の努力にもかかわらず、イランは南西アジア、主に隣国アフガニスタン産ヘロインのヨーロッパへの重要な中継地という状態が続いている。また国内での麻薬消費も依然として問題で、イランにおける新聞報道によれば、 麻薬乗用者が少なくとも120万に上るという。イランは反麻薬キャンペーンの実施を国外で積極的に紹介しているもの、成功しているとは言えない状況で、大部分の国がイランの立場を政治的には支持するものの、必要とされる喫緊の設備や人員の訓練などの援助を拒否している。イランの核開発については、イラン政府は常に、 イランの核開発は平和利用の原子力発電のためであり、軍事目的の核兵器を開発する意思はないと主張している。しかし、国連安保理常任理事国であるアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ロシア、中華人民共和国の5カ国の政府と、ドイツ政府は、イラン政府の主張は、本音、真実ではなく、軍事目的の核兵器の開発のための偽装であるとの疑いを持ち、 国連アンポリは2006年12月、2007年3月、2008年3月に、イランを制裁する決議を採択した。しかし、イラン政府は、国連アンポリの制裁決議は受け入れないと表明し、イランの平和利用目的の核開発は誰にも、妨害させない、誰も妨害できないと主張している。アメリカの国家情報会議、NIC ナショナルインテリジェンスカウンシルは、 イランは2003年に核兵器の開発を中止しているのでアメリカ政府が主張するイランの核兵器開発疑惑は事実ではないと政府報告した。イスラム革命時以降の歴代のアメリカ議会政府はイランを反米国家と認識しイランに対する国交を断絶、経済制裁、敵視政策を継続している。アメリカ政府は1984年に レーガン大統領がイランをテロ支援国家としてし、現在も継続している。アメリカ政府は1995年にクリントン大統領がアメリカ企業に対してイランとの貿易、投資、トールの禁止措置を実施した。アメリカ議会は1996年にイランとリビアの石油、ガス資源を開発する企業を制裁するイランリビア制裁法を可決して、 クリントン大統領が署名して成立し、アメリカ議会は2001年と2006年にも制裁期間を延長する法案を可決し、ブッシュ大統領が署名して成立し、イランに対する制裁を継続中、リビアとは関係を修復し、制裁は解除したである。ブッシュ大統領は2002年の年頭教書でイランを悪の数軸と指定している。アメリカやイスラエルや国民の大部分が キリスト教徒である国は、イスラエルの打倒を主張するヒズボラやハマースをイラム過激派と認識し、イランがヒズボラやハマースを支援していると指摘している。2008年1月、ブッシュ大統領は、クウェート、バーレーン、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプトを訪問して、訪問諸国の政府に対して、イランをテロ支援国家と認識して、国際的なイラン包囲網への参加。 協力を要請したが、いずれの訪問国の政府も、イランとの友好関係の形成を推進中であり、ブッシュ大統領の要請に対して、いずれの訪問国の政府からも賛同、協力は得られなかった。イラン政府は、イスラム革命時から1989年に、ホメーニー氏が死去するまではアメリカに対して強硬な姿勢だったが、その後は、アリー・ハーメネイー氏、 ハーシェミー・ラフサンジャーニー大統領、モハンマド・ハータミー大統領、マフムード・アフマディ・ネジャード大統領などが、アメリカがイランに対する敵視政策を止め、アメリカもイランも互いに相手国を理解し、相手国の立場を尊重し、平等互系の関係を追求する政策に転換するなら、イランはいつでもアメリカとの関係を修復すると表明している。 ラフサンジャーニー大統領は1996年アトランタオリンピックに選手を派遣した。ハータミー大統領は文明の対話を提唱し、2001年9月11日のアメリカに対する武力行使を非難し、被害を受けた人々に哀悼を表明した。アフマディ・ネジャード大統領はイラク国民が選挙で選出した議会と政府の樹立後のイラクの治安の回復に協力すると表明した。 欧州連合及び加盟諸国との関係は、ゆっくりだが確実に重要性を増しており、大統領、モハンマド・ハータミーによる2000年7月のイタリア・フランス・ドイツ訪問、2002年3月のオーストリア・ギリシャ訪問などや、欧州諸国首脳のイラン訪問、また活発な閣僚級相互訪問はこれを裏付けるものである。2002年、欧州連合は、イランとの貿易協力協定、 とかの交渉を開始した。並行して EU はイランに対し、人権問題、テロリズムへの対応、中東和平プロセス及び、大量破壊兵器拡散防止に関する問いにおいて、具体的成果を示さねばならないとの政治対話を行っている。2003年10月、英仏独参加国外相は、テヘランを共同訪問。イランによる核拡散防止条約追加条項の批准。 IAEA、e、との完全な協力体制の確立、自発的なウラン濃縮活動の停止という成果を見ている。2011年11月29日、首都テヘランにあるイギリス大使館にデモ隊120人が乱入し、イギリスの国旗を燃やし、大使館内を荒らした。イラン国営テレビは、学生を中心とした数百人が、イギリスの反イラン的な政策に抗議したと伝え、 群衆が大使館の窓に向かって、投石や火炎瓶を投げつけている映像を流した。また女性を含む群衆は、イギリス西をトれんこし、イギリス大使の即時出国を訴えた11月30日、在イランイギリス大使館へのデモ隊乱入により、ロンドンのイラン大使官員は48時間以内に、イギリス国外退去を命じられ、12月2日に、イギリスを出国、3日、早朝、 イランの首都テヘランのメヘラーバード国際空港に到着した。2013年8月のローハーニー政権発足後は、2014年9月にイランイスラーム革命後発のイラン、英国領首脳による会談が実現するなど、英国との関係は改善に向かい、各問題での協議が最終合意に達した後の2015年8月には、双方の大使館が再開された。イランは、 トルコ、ブラジル、ロシア、中華人民共和国、キューバ、ベネズエラ、マレーシア、パキスタン、ベラルーシなど、第3世界各国や、その他の国々とも協力関係を築き、幅広い協力を得ている。トルコへは、天然ガスを輸出するなど、貿易とエネルギー分野で、幅広い関係を持ち、2009年からの時期は、特にそれまでの30年で、 最も関係が良好だとされている。また、トルコは、イランの平和的な核エネルギーの権利を認めている。なお、ブラジル、ロシア、中国、キューバ、ベネズエラなどの国々も、イランのこの権利について支持している。イランの核解問題と、第三世界各国の認識も参考。2010年10月には、アブドラギル大統領がイランとの経済関係の拡大を強調し、 10月5日、大統領は、イランとの貿易、経済関係を強化、拡大することは、トルコにとって、重要なことであると表明した。2010年のアメリカが、各国に圧力をかけて強行的に進める。対イ,イラン制裁に関して、トルコのダウトオール外務大臣は、一方的な対イ,イラン制裁を非合法なものであるとして、トルコはこれらの制裁を守るべきものとは考えないとの、 考えを示した。さらに、イランは我々にとって重要な隣国であり、貿易とエネルギー分野で幅広い関係を有しているとし、トルコの企業は、イランとの今後の関係を自由に決定することができるとベタ。また、トルコとブラジルは、イランと2010年5月17日に、テヘランで、イランの核燃料交換に関する共同宣言に、調印、発表した。 テヘラン宣言。この宣言は、核問題をめぐるイランと西側の協議の行き詰まりを打開する努力であり、国内で製造された、濃縮度3.5%の低濃縮ウラン1200キロをトルコに移送し、代わりに、テヘランの研究用原子炉が必要する20%の高濃縮ウラン120キロを受け取るというものである。ブラジル、ロシア、インド、 中国のブリックス諸国は2010年9月に国連サミットでアメリカが各国に圧力をかけている。対イ,イラン独自制裁に対して反対した。この際、ブラジルのアモリン外務大臣は、我が国はロシア、インド、中国と共にイランに対して受け入れがたい独自制裁を発動している国々を非難するよう国連に求める草案を提示している。我々は、 他国間の制裁にも反対であり、もちろん国連の枠外で課されている制裁をも支持しないと表明している。中国は2006年イランの貿易相手国の第1位となり、輸出、輸入先ともに第2位でこの分野で、特にイランとの関係が大きい国であり、今後の協力拡大を求めている。2010年9月。 中国共産党の幹部は、ラーリージャーニー国会議長と会談し、イランとの全面的な協力の拡大は、非常に重要なものだとし、中国は、あらゆる分野でのイランとの協力拡大を求めてを、それを特に重視していると述べた。またこの会談の中で、イランの核エネルギーの平和利用を支持し、中国政府は、国際法規を超えたあらゆる制裁に反対しており、協議が、 イラン核問題の唯一の解決方法だと考えて、イルトの中国の見解を示した。イランと同じイスラム教国であるマレーシアは、イランの石油、天然ガス産業への投資を行っている。制裁中の10月に、マレーシア国営石油会社、ペトロナスの社長が、イランから撤退するつもりなく、これまで同様、イランの石油、天然ガス産業への投資を継続すると発言し、 改めて、イランとのエネルギー協力の意向を示した。パキスタンとの関係は良好で、イランはパキスタンを友好国としている。2010年のパキスタンの洪水の際には、イランは隣接する友好国として、災害発生の当初から救援にあたり、1億ドル相当の資金を援助し、イスラム諸国に対してもパキスタンへの支援を呼びかけた。 イランは今回のパキスタンの洪水の被災者に最も多くの支援を行っている上位3カ国に含まれる。エジプトとの関係はエジプトがイスラエルを国家として認めていることからあまり良好ではなかったが、同年10月の時点で30年ぶりにイランとテヘランカイロ直行便を再開することで合意していた。しかし、制裁のためにアメリカ政府がこれに不満を示し、 エジプト政府に対し、イランとのこの種の合意を回避するよう求めた。アメリカ国務省のトナー副報道官は、イランとエジプトの合意について、我々はエジプトをはじめとするすべての国に対し、イランと商業取引を締結しないよう求めていると語ったと、されている。10月5日には、アジア欧州会議が、参加国46カ国が参加する会議で、 イラン核問題の外交的解決の重要性を強調し、イランの核の平和利用の権利の尊重を求めた。ドイツはイランの第一位の輸入相手国であり、重要な貿易相手国である。その理由は、イランは若年人口が多いこと、豊富な天然資源や多くの産業施設への投資の可能性があることだとされていい。 また、制裁後もイランに対する輸出を減少させることはなく、むしろ増加させたということである。ベラルーシとの関係は、政治面、経済面ともに成長している。ベラルーシは、2010年10月7日にイランと、経済貿易協力文書に調印した。この合意書では、工業、石油、エネルギー、商業、技術サービス、運輸、金融、科学技術、 農業、衛生などの分野での協力を約束している。2010年の国連のほかで行われているアメリカの対イラン制裁の圧力の中でも、イランで活動するヨーロッパの企業がある。イギリスの大手石油会社シェル社は、対イラン制裁にもかかわらず、イランからの原油輸入を27%増加させ、イラン国営石油会社に対し、少なくとも15億ドル支払ったとされる。 また、ドイツのバイエル社などの企業も、イランで活動を行っているが、イランとの協力を継続し、イランにある支社を維持していく意向であるとした。外務大臣は大統領により指名され、議会での承認を経て就任する。現在の外務大臣は、モハンマド・ジャバード・ザリーフ、2013年8月対、外務省報道官は、ホセイン・ジャーベリー・アンサー、2015年10月対。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。